度はゴール前にも金園がいます。佐藤が抜けてきた、入った。最後はキーパーワンタッチありましたが、コース先制。佐藤の左から右側の抜け出しでした。コース先制1対0、先制点を奪います。いい攻撃でしたね、左サイドから。最後は甲本に当たったんですね。あのアーリークロスを上げたんですけれどもね、うん、まあやってそうじゃないですか、あのニアに入ることでやっぱりああいうことも起きますので、はい、やっぱニアに入ることは大切ですしね、うん、あとその前